ちですよ。あっちは。倒してみる人とかな。かけろいた倒す。こっちは神楽殿よ。割りおそばの食べ方、こっちにもある。最初はそばつゆを一回しでかけて食べて、残ったつゆに紙にかけ、つゆを足して食べる。そば湯、お好みでつゆを入れて飲む。三段目も同様に。普通じゃん。いや、自分は食べたことないです。人生初ですけど、梅野さんは食ったんですよな。言いましたよ。難しそうですね。はい、出雲そばが来ました。三段割子です。神野さんの方がちょっと違います。高いやつです。なんでそういうこと言うの。さすがオーナーは違います。なんでそういうこと言うんですか。食べ方をちゃんと見てください、うん、最初に具を入れて一回り程度かけて、残ったつゆってつゆ残らないですよ。美一段目そば湯、2段目にかける。あまり残ってません。で、これはとろろですね。残ったつゆってこっちの、こっちの残ったつゆじゃない？いや、1段目の？どういうこと？で、また一回りかける。これはとろろですね。この残ったつゆをかけるよね。残んないですよね。あ、これそば湯か。すいません。そば湯が美味しい。そばのタレが濃厚。濃厚って言ったら怒るもんね。難しくないよ。そばのタレが濃厚って。Thank you.
これかけないもっと考えたら全部同じ器だから楽ですね。いろんな食器買わないように、うん、ラーメンとかは簡単よね。同じものばっかり。これは量が少ないからこの後もいろいろ食べられますよ、うん、朝バイキングでいっぱい食べたからちょうどいいよ、うん、本当はなんかいろいろこうセットが3段目